これを始めたきっかけというか、あのニーズをこうだいぶ探索してたんですね。11年の3月の直後の5月に甲子園の仕事を専任でやると。ですぐにその5月から動きまして、一番最初にまず現地に行かなくても推定できたのが、避難所から仮設へ移り出した頃だったんですね。自炊とか自活をしなくちゃいけなくなるので、その時に私どもの調味料がお役に立てるんじゃないかと。このぐらいの箱に入れて当座使う調味料類を3軒の5万2000全仮設に、ボランティアで箱詰めをして送らせていただきました。岩手、宮城、福島各県栄養士会長さんにご連絡をして、同窓でメッセージを入れさせていただいて、お配りできたと思います。まあ、その後なんですけども、どんなニーズがあるかというお話をした時に、やはり食生活が非常に心配だと皆さんおっしゃってました。なぜかというと、やはり、精神的に何でしょう、作る意欲が非常にこう減退していると。で、3ヶ月多い人で6ヶ月ですかね、避難所でこう与えなられ慣れして自分で作るという癖が抜けている。あるいは大家族で住んでらしたお母さんが、まあ、亡くされたり、あるいはもう仮設で離れ離れに暮らさなきゃいけないということで、2人分なんか作れない、どうやって作ったらいいか分からない、要するに食生活を取り巻く環境が悪い方向に変わっていったというような状況を伺っておりましたので、ぜひその気持ちの部分でまず、みんなで集まって料理する楽しさをまず思っていただきたいなと。で、理論というか頭の部分でこうしたら減塩ができるとか、こういう食事をしたらやっぱり太らないで済むとか、そういうところにちょっとしたコツとか、あんまりこう大冗談に構えてこちらからこうなんていうかね、抗議して差し上げるというよりも、ちょっとしたコツ程度を皆さんに、なんていうかね、ご提供できたらという内容をまず行政の皆さん方にお話しに行きました。でぜひやってみてほしいということになりましたので、今やるようになりました。はい、それがきっかけですね。3県で今日で28市町村目ですね。合計で332回目になりますかね、という形で活動させていただきます。はい、今日はお集まりいただきましてありがとうございました。では料理教室を参加された皆様にささやかですけど終了証を用意しております。